どうもおてこ TV の朝日と申します。本日もご視聴よろしくお願いいたします。おてこ TV では日々アクアリウムの動画を配信しておりまして、アクアリウムに興味のある方ぜひぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。でちょっとね、本日はご報告の動画でございます。そうですね、こちらの、はい、こちらの水槽なんですけれども、以前ねコリドラスの卵が生まれたわしょいっていう動画を上げたんだけれども、まあね、見事に全滅しました。ただね、これ卵が多分無精卵だった可能性があります。ちゃんとしたね、交尾してなかったってことだと思うんだけど、次の日にはもうカビが生え始めていて、その次の日はもう全滅しましたね。だから多分、まあ様子、卵もなんかその子供が詰まってるって感じじゃなくて、なんか少し白っぽいままカビていったって形だったので、おそらく、はい、無精卵だったから育たなかったっていう、ことだと思います。そして親のコリドラスはこちらでございます。こっちに移したんだけど、こっちでまあ綺麗にしてくれているので、ちょっとこっちに入れたまま管理していこうかなと。こっちで綺麗に、はい、コリドラスの性分である、底面をね綺麗に、してくれねえかなっていうのを、はい、狙ってます。ディスカスとも相性がいいです。ディスカスはほとんど関心がないだからまあこのままね、ちょっと、飼育して、まあこっちの方で子供生まれてくんないかなっていうふうに思っています。ちょっと難しいかもしれないですけどね。そしてだからこっちの水槽もまるっきり開いてしまったので、なんかもうこうなったら新しく、生き物をね、お魚を、まあ、導入したいなみたいな、感じが、してきているところでございます。なんで、まあ私今ね、今に限ったことじゃないんだけど、今年本当に魚を買ってない、購入してない、まあ購入してないっていうと語弊だけど、あんまり増やしてきてないんですよね。だから、生き物がちょっと、まあやっぱ飼育してると死んじゃうちっちゃいね、お魚とかちょっと報告しきれないやつもちょっとずっとやっぱ少なくなってるっていうのもあるので、やっぱちょっとなんか魚ちゃんと魚飼いたいなっていう感じになって、だからもうなんか動きがないでしょ。これもまあここにはね、ここにはいるけど、これもエビだし、で今こう金魚移動しちゃってし、この水槽この水槽でまあね、小梅は元気だけど、小梅元気すぎるんだよな。いやだからなんか魚が、ね、アクアリウムやってる割にはちょっと魚が少ねえなみたいな今思っちゃって、魚少ないなーって、だからちょっと魚をちゃんともうちょっと増やしていこうかなっていう感じで、ね、私これちょっと考え方なんだけど、私ね1個の水槽に大体生態の種類を1種類か2種類ぐらいでまあ飼っていこうかなっていう風に、思ってるから、あんまり増やしてなかったんですよね。だからこっちの水槽もグラミーだけだし、ここも動きがないけど一応エビ水槽です。エビ水槽で、まあこっちの水槽はディスカス、まあ入れたコリドラスってちょっと動きがあるけど、そうは言っても少ないですよね。であとピグミーグラミーっていう、私このピグミーグラミーっていうのが好きなんだけど、なんか発音が好きなんだけど、まあ、結構10匹ぐらい、子供が生まれて子供も結構大きくなってるから10匹ぐらいはいるんだけど、やっぱり餌の時間以外は出てきてくんない。であんまりやっぱね、賑やかだなっていう感じじゃない。でこっちの水槽はこっちの水槽で、エリスロミクロンっているんですよ。ミクロラスボラエリスロミクロンっているんだけど、もうまあ出てきてくんない。まあ私が後ろの方に行くと出てくるけど、後ろの方ですね、こう、あんで戻ってくるともう後ろに隠れちゃうわけですよ。だからもうほとんど私がこう撮ってるうちはもう出てこない。でこっちも赤い流星ねすげえ動きが早い。
オデッサバルブっているんだけど、オデッサバルブはまあ動きが速くて賑やかだけど、まあ地味っちゃ地味だなって思いますよね。もっとなんかいっぱい飼ってもいいのかなみたいな感じもするし、まあこっちの水槽もね、あの結構前はね、あのメダカとか入れてたんだけど、ちょっとそれを20匹ぐらいやっぱ移動させちゃったから、やっぱちょっと動きがないよね。あと赤いお魚がいるんだけど、うん、レッドテトラとかいるんだけど、やっぱちょっともうちょっと華やかな方がいいよなみたいな。まああとあんまり動きのない、うん、ウーパールーパー、あのウーパールーパー名前つけた方がいいんじゃないかっていうことで、はい、コメントいただいたんですけど、名前何がいいかな。でもウーパーちゃんとかだと、あの前ね、昔あのよくコメントくれてた人でウーパーちゃんいたからなと思いつつ、いやだからね、ふと気づいたら魚少ねえなーみたいな、感じ、うん、だから動きがないなっていうのもあるんで、ちょっとあの徐々にね、徐々に、まあ私さっきも言いましたけれども、1個の水槽に、そんな種類とかいっぱい入れないでちょっと飼育したいなっていう思いがあったから今までこうなってたけど、なんかこうパッと見るとやっぱちょっともっと動き欲しいなと、せっかくこんだけ水槽があるのに、生態っていうか種類少ねえなみたいなちょっと思っちゃって、だからちょっとこれからあの象ね、いろいろちょっといろいろな種類いっぱい飼っていきたいなって、なんか思いがちょっと出てきちゃったっていう、うん、今ちょっとそういう思いが出てきちゃったから方向転換していこうかなみたいな、うん、感じでございます。でそれにあたってやっぱ今までね、少ない数だからこそ水替えの頻度とか少なくていけたかもしれないんですけど、果たしてそれが今まで通りにいくのかとか、まあ、ちょっと違った方向性でいろいろな疑問とかも出てきちゃったんで、なんか、うん、いっぱいちょっと増やして賑やかな環境にしていこうかなっていう、その大きな、まあ、トレンド、私の中のトレンドが今ちょっと変わっちゃった、変わった、うん、そういう感じですね。今までの、アクアリウムのちょっと流れとはまた別の流れにちょっと私の方で変えていこうかなみたいないろいろやっぱね、ちょっとやっぱいろいろ思いながらやってるんで、まあ私そのコロコロいろいろ方向性が変わるっちゃ変わる、秋っぽいっちゃ秋っぽいんで、本当にあの動画もね、サムネとかも本当にね統一性がないとかね、なんか本当になんかダメなんですけど、まあそこら辺もちょっと、まあ、私らしいっちゃ私らしいんでいいのかなと思ってたけど、うん、もうちょっとよく分かんないけど、うん、まあいろいろやっていこうかなみたいな感じですね、うん、何がいいかな、まあそこら辺も含めて、まあ、ちょっとまた考えていこうとは思うんだけど、とりあえずはちょっと小さい魚ですね、あの水槽自体がそんなに大きい水槽ではないので、うん、ちょっと、そこら辺も含めてやっていきたいと思いますので、はい、またベタとかちょっと挑戦したいなとも思ってたりするんですけどね、うん、まあちょっといろいろ、はい、やっていきたいと思っておりますので、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録まだの方、今後も引き続きアクアリウムの動画を配信して頑張って配信していきたいと思っておりますので、興味のある方はぜひぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。あと本日の動画良ければグッドボタン、悪ければバッドボタン、あとコメントどんどんお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。ということでお送りしましたのは私朝日でございました。じゃあ